よ。見えた、リング見えた、すごいでしょ、すごい、すげえ。じゃキャップをせーの、はい、つけた、はい、せーの、はい、よっ、どうだ、見えた、リング見えた、すごいでしょ、すごい、すげえ。なんか動いてるよね、うん、やっぱりアンモニアの動きが早いから突き破っていくのかもしれない、うん、あ、でも最終的にはこうなっちゃうかな、なんかこう渦巻いてない、うん、巻いてる、すげえ。なかなか見れないですよ、これ。なんかこのね、化学検証って面白いよね、すげえ。ほら、もうこっちから漏れちゃってるけど、多分アンモニアの動きが速くて、あと室温の関係もあるかもしれないけど、で、塩化水素重たいから下にこうやって潜り込んでるかもしれない、うん、確かにこうなってるのね、そう、うん、くそでだアンモニアも塩酸、あの塩化水素も単独ではあのハードな性質だけど、中和してしまうと、ぶつかってしまうとおとなしい塩化アンモニアおとなしい塩になっちゃうんだよね。あ、でもまだリングも保ってるよね、うん、リングなってる、って面白いよね、リングの形がちゃんとなってる、すげえ、うん、なかなかね、分かってはいたんだけど、こういうのをちゃんと映像を撮る機会がなくて、え、すごいでしょ、こういうの一生目の前で見るっていうのはもう一生ないことの一生っていうか、うん、もう一期一会なんですよ、ね、すげえ、はい、ありがとうございました。